こんにちは。今日12月の25日なんですけど、これから2週間か1週間半ぐらいちょっとアメリカのロサンゼルスに行ってきます。イエイ。まあ、なんで行くかっていうと特に理由はないんですけど、まあ、家族みんなバラバラで一人で東京にいるのも悲しいんで、ちょっとアメリカに行こうかなって感じで行ってきます。まあ、スケボーしに行ったり観光したりするんで、いい感じの映像をみんなに見せるかなって思ってます。1時間ちょっとぐらいで家出ないとダメなんですけど、さっき来たばっかでパッキングも何も用意してないんで、これから急いでパッキングしていきます。 One hour later. はい、パッキングできました。なんか結構飛行機が遅れたっぽいんで、なんだかんだ時間は十分ありました。なんでこれからまあ成田空港に向かってアメリカに行きたいと思います。では行ってきます。はい、成田空港に着きました。なんか出発時刻が3時間ぐらい遅れてるっぽいんで、ぼーっと暇つぶしします。あれで行ってきます。 3 weeks later. はい、無事着きました。荷物待ってるとこです。全然来ない。できました。なんでこれからちょっと僕が泊まるとこに行って、まあ、荷物置いて、まあ、回る時間ないと思うんで今日はこんな感じで終わります。 The next day. ということで2日目です。1日目は夕方に着いて、まあ、いろいろホテルとか向かったりしたら夜になったんで特に何もしなかったです。で今日は2日目の今朝8時ぐらいなんで、これからちょっと朝1からスケートパークに向かって、まあ、ちょっとスケボーしたいと思います。イエイ。もうね、道が LA。 はい、今朝一に向かっているパークはホレンベックスケートパークっていう、多分この公園がホレンベック公園っていうところで、その中にあるスケートパークに向かってます。多分朝早いんであんまり人は多くないと思うんですけど、滑っていきたいと思います。今日の予定はとりあえずちょっと午前中はスケートパークで滑って、午後はハリウッドの方に行きたいと思います。意外と狭いんですけど、セクションは楽しそうなんで滑っていきたいと思います。まだ朝で時差ボケもあってしんどいんで、とりあえず軽くマニュアルパッドとかレッジでウォーミングアップします。てて、スケートキャンディー。めっちゃしょうもないものかけた。
はい、滑り終えました。なかなかいい感じのパークでしたね。時差ボケでめっちゃ早起きしたんで 3,4 時間滑ってもまた11時半です。なんかお得感。はい、今12時ぐらいです。で、今日はこれからちょっとハリウッドに行きたいと思います。今僕ダウンタウンにいるんでメトロに乗ってハリウッドまで行きます。で、調べたらそのダウンタウンからハリウッドに行く途中にまだスケートパークがあるっぽいんで、最初ハリウッド行って帰りにその駅で降りてスケートパークも見てみたいと思います。では行ってきます。パーク行ったんですけど、レール1回50して終わっちゃいました。なんで また違うパークに行きたいと思います。で、今日は暗いんでこれからもう家に戻って戻ります。はい、次の日です。今日の午前中はダイヤモンドスケートパークっていうところに行きたいと思います。なんで今それに向かうために電車乗ってバス乗ります。はい、クソ迷ったんですけど無事公園に着きました。で、この公園のどっかにそのパークがあるはずです。なんちょっと探してみます。ちなみにこのダイヤモンドパークは2014年にできたパークっぽいです。結構朝早いんで多分誰も人いないと思います。よし、誰もいない。時差のせいで今のところ朝6時ぐらいに起きるんで、それを利用して朝早くに一人でパークに来て一人で滑るっていうスタイルで来てます。はい、今のがダイヤモンドパークでした。意外と大きさはそんなに広くないんですけど、セクションの一つ一つがとてもいい感じの配置だったんで面白かったです。ちょっとノーズグラインドやってる時に足打って慣れてモチベーション下がったんで、あんまりできなかったですけど、楽しかったです。多分今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。多分この後僕今 LA いるんですけど、一回サンフランシスコに行ってまた LA に帰ってくるんで、多分そんな感じの動画を作ると思います。来週チェックお願いします。では今回よかったら高評価コメントと登録お願いします。ではまた来週。